はい、20秒前。はい、じゃあ始めときます。はい、はい、はい、始まりました。大吾&ともひろアワーのお時間でございます。はい、皆さん、時刻は8時を回ったところでございます。2月23日、今日も1時間お付き合いください。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日も1時間生放送でお届けしますよ。大吾&ともひろアワーはパーソナリティは私ともひろと、はい、私大吾でですね、お届けする番組ではあるんですが、はい、我々の番組は、音楽と書道をね、伝えていこうかなという番組でございますので、ぜひね、メッセージをお待ちしております。はい、皆様からのメッセージをお待ちしております。 FM コザのメールアドレス 761@fmkoza.jp、 数字で 761@fmkoza.jp までお願いいたします。そして、FM コザのホームページからですね、はいはいはい、ツイキャストユーストリームでスタジオの様子生配信しておりますので、ぜひネット環境が手元にある方、ぜひぜひご覧になってみてください。生ですよ、今日もね、上からカメラで、はいはい、僕たちを、あ、俺 見切れてる俺大吾さん、ツイキャスト大吾さん見切れてますねぜひそちらも覗いてみてくださいでね、はい、そちらをね、動画を見ていただいた方はもうお気づきかと思いますが、今日はですね、ゲストをお迎えしておりますよ。また後ほどね、ご紹介したいと思います。今日はゲスト2組、ね、お招きしておりますので、もうね、あっという間の充実した1時間になると思います。ぜひ皆さん、メッセージの方よろしくお願いいたします。はい、大吾&ともひろアワー、この番組は防音工事のことならお任せください、インストール沖縄の提供と、はい、書道用品専門店丸政の提供と、そしてライブハウスジグザグの提供で小茶さんごめん噛んだライブハウスジグザグの提供でお届けします。はい、よろしくお願いします。さあ、大吾さん、はいはいはい、早速、もうね、スタジオの中に入っていただいてて、はい、もうあの、ね、ひよりちゃんの緊張感がこっちに伝わるんだけどさあ、紹介してください。はい、2月のですね、何日だったかな、出ていただいたのか、確か9日だったかな。2月2日だよね。2日ですよ、何言ってるのかなともひろくん2月2日にね、あのゲストで出ていただきました、パラフレーズさんをまたお招きして、今日はお届けしたいと思っております。イエーイ。ひよりちゃんの声が遅れて聞こえる。あ、そうか。なんとパラフレーズさん、2月2日に出演していただいて、2月11日にね、土曜日の呼吸日だったんですよ。アネラ音楽祭というものがあるという告知をしたんですが、告知されてましたね。そこで、なんと、もうもったいぶらないにで言いましょうね優勝しまして、そう、今日ね、あの凱旋でね、来ていただきました。本当にすげえ、おめでとうございます。どんなでした？緊張しました？やっぱり、緊張してるな緊張しまくり緊張はしたんですけど、いつもジグザグでライブ一緒にやらせていただいて、はい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 、新京さんが楽屋で一緒に、新京さん一緒にいたんだ、安心感があって、なるほどな。あ、そっかそっか。どう、何番目ぐらいに出たの結局、最終的には。何人中？23組。うえーい、すごいね。あの次の日のニュースで、僕はこの優勝パラフレーズを知って、
すげえ喜んだんですよ。ね、もうだって新聞にもニュースにも、そう、新聞にもニュースにも出てて、だって3日前にゲストで出ていただいたのに優勝してるじゃないですか。いや本当ですよ。もう今日扱いをね、ちょっとやっぱりもうちょっとね丁寧にせんといかんなと思って、いや小瀬さんにすぐ言われた、メールが来て、パラフレーズ優勝だよ、いやーすごいですね。すげ、小瀬さんね、ライブ見て泣きそうになってたっつって、うん、お腹うわ嬉しいと嬉しいな、うん、何組出演されてたんでしたっけ？23組って23組、はあ、すごいですね。いやよかったですね、来ていただいてて。だからよ、本当ですよ。 そうだよな。そしてこれで優勝して、またその先もそうあるんですよね。そう、実はね、このアネラ音楽祭に優勝したので、9月の16日、東京国際フォーラム、ゴールドコンサートの本戦への出場権を、沖縄から獲得したんですね。はい、はい、うわおめでとうございます、本当に、ありがとうございます。ひるちゃんどんな？いや東京で歌えるなんて本当に夢みたいで、しかもだよ、あの、はい、東京国際フォーラムだよ。はいすごい。いやでもあのジグザグで歌えることもすごい嬉しかったんですけど、こちゃさんも喜ぶ、もうさらに上を1年間でいけるって思わなかったのですごく嬉しかったです。あの後ですよ、ゲスト出ていただいた2月2日の後に、ともひろが相当影響を受けて、新曲をね、3曲うわうわすごい、もうパラフレーズさんの純粋に音楽を楽しむっていうかね、こう曲が自然に生まれてくるっていう雰囲気をすごく影響を受けまして、僕もそんなね気張らず、素直に今出るものをね形に したいなっていう気持ちがあって、あのおかげさまで3曲ですね、曲ができましたので本当に感謝してます。すごい、ありがとうございます。はい、あの2月2日の放送ではね、あの詳しくプロフィールの紹介をされてたんですけど、今日初めて聞く方のためにも、そうだよね、もう一度パラフレーズさんの、メンバー紹介、されますか？そうですね、メンバー紹介、はい、改めまして、はい、改めまして、パラフレーズのボーカル&キーボード担当の日和と、ギター担当ジジです。で、荷物担当の大吾です。3人目入った、増えた増えた、すべこりましたね今。セーフで、マネージャーにね、キリンさんも今日来ていただいて、アンナちゃんもね来ていただいております。うん、もう嬉しいね、嬉しいですね。さあということで、このアネラ音楽祭の結果ですね、東京に行かれるということで、それがいつでしたっけ？9月16日、9月16日、ちょっとまだね、そうだね、時間が時期はあるのであるんですけど、一番いい時期じゃない、この秋の時期で、そう、あ、なんていうのかな、沖縄だとまだ暑いじゃないですか、向こう行けばね、もう涼しくなって、涼しくなり始めるときですかね。はい、ツイキャスでもですね、イミッチャオリさん来てます、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは、はい、こんばんは。こないだ来た綺麗な声のお姉さんですね、ありがとうございます。そして今来ましたヒカルさん、はい、パラフレーズさん鹿児島から応援してますと、ありがとうございます、嬉しい。はい、そしてそうですね、イミチョウさん、はい、あ、ダールって、ヒヨリちゃんとジージーさんでした、ね、あ、名前も、はい、あ、嬉しい、はい、Thank you。 イミチョウさん、僕大吾ですけど思ってますかね。チェイちゃん挟んでいこうかな。もう正規さんがね、もういいじゃんっていう顔してますね。いやー、 なんかやっぱりどんなやつ優勝して後ってこうな、まあ、変な言い方、生活っていうかこの変わりますよね、やっぱりこの人の見方っていうかさ、周りの反応とかね、名前がもうバンって出るじゃないですか、新聞ニュースなんで、反響はありましたか？結構職場の反響がやっぱいつも応援していただいてるので、やっぱ次の日出勤したらみんなが並んで握手しに来てくれて、握手ですね、嬉しかったです。あ、いいですね。さあ今日はですね、また前回と同じように楽器を、ね、スタジオの中に、持ってきていただいて、ぜひこの後生演奏をしてほしいんですが、近くの日にちではライブはいつ頃ありますか？明日、明日、明日、はい、明日、2月の24日、はい、金曜日、場所はどちらで？ジグザグ、ライブハウスジグザグです。はい、もう近くにありますね、沖縄市小屋にありますライブハウスジグザグで、はい、明日ライブがあるそうです。詳細なんかは何時オープンの
とかは20時オープン、はい、20時半スタートですね。20時半スタート、はい、チケットはワンドリンクオーダーの、うん、チャージが500円、チャージ500円、はい、他にも出演される方はいらっしゃいますか。はい、先ほど言った新京さんと西新中さんですね。そうだね、はい、じゃあもう明日、ね、うんうん、ライブがあるということで、はい、ぜひねたくさんの人に来ていただきたいと思いますの で、うん、ここでね、はい、ツイキャスがもう一つ来ております。はい、マンタキでパラフレーズさん、うん、知ってました。 ありがとうございます、はい、お世話になってます、はい、いただきました。すごい嬉しくて、あの出ていただいた後にゲストで、うん、僕ねパラフレーズで検索したんですよ、うん、はい、したらひよりちゃんがねブログに僕らのことも上げてくれてて、ああ見たんですか。そう見ましたよ。デジ嬉しくてさ、はい、どんなこと書かれてました。あのね、うん、いや、まとめようのことはいいとしてイエーイ。いやでもあのラジオに出ますよって応援よろしくねっていうことね、うん、書いてあったんだけど、その後の優勝した後のまた何記事が載ってるわけさ。 うわもうデジオ、うわラジオの後に優勝、うえい、やっぱ俺たちな。最後絶対持っていきますね。ダメか。なんか持ってる。そう。でもなんか本当に嬉しくてですよ。うん、まさかブログまで見ていただいて。ブログ見てますよ、俺が。ちゃんと見てますよ。ブログされてるんですよ。何、はい、何で検索したら。パラフレーズブログ、日進月歩っていう。あ、日進月歩、はい、いい言葉だな。いいな。ともひろもねブログを今100日ブログっていうのをやってて、はい、うん、毎日更新するっていうね。そう、はい、あと4日なんですけど、あと4日か、あと4日です。そうだね、はい、すごい。もうブログはでも結構難しいですけど、その思いを残すっていうのは、はい、結構いいですよね。そうですね、はい、振り返れますしね、うん、僕も後で見てみますパラフレーズさんの、うん、恥ずかしい。さあもうね、僕も早くパラフレーズさんの歌を聞きたいんですけど、スタンバイの方はいかがでしょうか。まあ、はい、いや待ってよ、うん、待ちます待ちます。多分、ね、メイビー大丈夫。メイビー大丈夫。あ、オッケー。時事半分アメリカでしたっけ。いや違う。わかります、すみません。ニックネームニックネームだけアルファベットの時事です。半分は宇宙。あ、いや、内緒だよ。もう調べてるんじゃない。前向きだ本当に。いやね、今日もあったかいな。今日歌っていただくのは何、歌っていただきましょうか。今回は、うん、まあ、前回も歌わせていただいたんですけれども、うん、アネラ音楽祭で優勝した曲、デスティニーという曲をいいね歌わせていただきたいと思います。僕はねさっきリクエストしたんですよ、やっぱりあの曲もう一回聴きたいなってことで、うん、ディスティニーをねもう一度聴いていただきましょう。この曲でね優勝持ってきましたからね、うん、はい、じゃあひよりちゃん準備いいですか。はい、お願いします。初めて君の声に包まれた瞬間、心に咲いた恋の花、苦しくなっちゃうくらい本気の恋をするなんて思わなかった。ラブメール増えていくたびに高鳴ってく、記念日を迎え
とうございます。ありがとうございます。いいなはい、ツイキャスがね、いっぱい来ております。心して聞きます。イミッチャおじさん、ディスティニー、ね、キリンさんありがとう。いい歌ですね。素敵。おじさん泣きそうですって、イミッチャおじさんから来ております。ありがとうございます。嬉しいな。ヒュルちゃん、ジジイさん、いいぞーと、ヒカルちゃん、ね、拍手もいただいております。ね、聞いていただきました。パラフレーズで、ディスティニー。はい、運命でございますよ。綺麗だったですね。いやもう今目の前で聞いてましたけどね。最高ですね。ありがとうございます。心が現れるような、うん、本当だね、はい、明日のライブでは新曲も披露するので。そうなんですか、はい、新曲2曲ね。あ、すごい。明日持ち時間は40分ぐらいあります。はい、40分。じゃあ7曲ぐらい、ね、うん、たっぷりいけるのかな。9曲ぐらい。おお、すごいですね。詰めて、はい、詰めて、おお、すごいですね。トーク少なめ。そうなんですね。苦手なのは送ってトーク苦手なんですか。イエスイエス。いいですね。さあ、そんなパラフレーズさん、明日、うん、2月の24日金曜日、はい、沖縄市小屋にあります、はい、ライブハウスジグザグで、うん、はい、夜8時オープンの8時半スタート、はい、はい、でライブがありますので、ぜひ皆さん遊びにお越しください、ね、本当ですよ、うん、待ってます。待ってます、ね、よろしくお願いします。ひるちゃん緊張してるってひかるさんから来てます。緊張してます。あ、でも前回よりは落ち着いてると思います、うん、よかった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 、はい、うん、バリバリのロックもよろしくってひかるちゃんから来てますね。ロックとかもできるんですか。やっぱりやります。ロックやったことないですけどやろうか。いいですね。すごいね、閲覧数も相当伸びてきてますね、やっぱりね。パラフレーズ注目ですね。ありがとうございます。いやでも歌聞いたら分かるよな、やっぱりいいね。洋楽とかも作ってます。あ、本当、はい、そうなんですか。2曲ぐらい了解しました。いやね、今日本当にありがとうございました、うん、ありがとうございました。どうしようかな、またね、東京行く前にはもう一回遊びに来ていただけませんでしょうか。ぜひぜひ。またこのジグザグですとか、うん、嘉手納道の駅とかのライブの前にでもですね、うん、ぜひ遊びに来ていただいて、うん、はいはい、よろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。今日はパラフレーズさんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ CM いっちゃいましょう。 CM、 はい、 OK、 はい、 Thank you、 ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これマイクの入れたい警報音が出てきた。はい。失礼ですね。いい、いやいや、そうでもない。ちょっとマイクちょっとずれてたから。いや、でもヘッドホンからは入ってました。入ってた、入ってました。大丈夫、大丈夫、うん、まあ、大丈夫、大丈夫。僕がついていけなかった。これすいません。でもいいキーボード持ちますね。すいません。いいですね、ここのタンタンタンのところとか。あ、うん、はい。要望をそのまま、こんな感じか、こんな感じか。そう、だ鍵盤で作った歌だと思ってて、最初。あ、作戦にハマって持ってったのか。ちょっとこっち行こうか。じゃあこれだ。さあ、聞いていただいております大根&ともひろアワーでございます。はい、ね、前半戦はパラフレーズさんを、ね、お迎えしてお届けしましたが、はい、いかがだったでしょうか。いや、もう素晴らしかったですよね、うん、本当にもう皆さん、いいよな、嬉しいね。伝わりましたか、うん、伝わりますよね、きっと、ね、放送に載せてもこの
まっすぐさはね、はい、ねえねえツイキャスも来ております、うん、明日のライブ告知もう一度ね、ライブハウスジグザグにて20時からオープン、20時半開演でございます。チャージは500円です、よろしくお願いしますと、キリンさんから来ております。で、イミチおじさんから、今日は正規さんいつになく真面目に仕事しているようですねって、ちゃんと見てますね皆さん。正規さんはね仕事してますよ。はい、ヒカルちゃんパラフレーズ良かったっす、ありがとうございます。皆さん今日ね本当にいろいろコメントいただいてありがとうございます。うん、で大悟さんと智弘は、うん、やっぱいい番組だねっていうのは来てないんだけどこの 2,3 週4週ですか、4週ゲストさん、ね、ゲスト祭りでね、うん、番組っぽくなってますよ、はいはいはい番組っぽくなってるよね、なってますよ、なってるよな。意外に2人きりの放送が少なくなってますよ。そうだな、来週はさ、はい、思い切って、うん、ちょっと2人でやってみようか、原点に立ち返って。なんか緊張しそう、人見知りしそう俺しかいないもういいよお前と遊ばんさあということでね、そうだから久しぶりにちょっと僕も、はいはい、書道のコーナー書道のってはい、はい、久しぶりにね、うん、してみたいと思います。さあいつだったかな、本当にいつだったかな、先週の日曜日って言ったら19日ですか、19日にですね、木筆会という、書道展がありまして、そちらの方にですね遊びに行きました、勉強させてもらいにね行きました。場所が雲路にあるパレット雲路の、うんうん、6階ですかね、県民ギャラリーにて、はいはいはい、このラジオでも宣伝させていただいたんですが、木筆会というのはですね、うん、もう置き店ですとか、うん、あとは本土の方の公募展ですね、日展とかそういったところに出されている、出品されている、入選されている方たちがですね、はいはいはい、ちょっとリラックスした雰囲気の中で、うん、公募展というとやっぱりこうね、がっつりでかい紙にもうすごい労作というかね、苦労して、書かれたものばかりなんですけど、そういったのはちょっと置いといて、リラックスして自分が書きたい作品を書いて集めて展示会をしないかというのが始まった書道展らしいです。木筆会書道展ですね。そちらの最終日の方に僕遊びに行ってきました。でその、会長の豊平宝雲先生っていう先生がいらっしゃるんですけど、この先生はあれですよ、有名なところだと県庁のね、県知事のこの部屋があるじゃないですか、よくテレビで、うん、はいはいはい、後ろの屏風っていうんですか、あれの字を書かれてる、マジか、うん、先生がね、豊浦先生という方が、沖縄のもう偉い先生がいらっしゃるんですが、その方先生がですね、ちょうど解説を、作品の解説をされるタイミングで僕入場しまして、もう貴重なお話をですね、間近で聞くことができました。やっぱりこう書道っていうのは紙の上にね、筆を使って墨を乗せていくんですが、そこにやっぱり力を込めないといけないということで、筆の持つ角度ですね、それをねお話しされてました。大吾さん、鉛筆のね、うん、持つ角度じゃダメみたいです。へー、うん、やっぱりこうマッチするときって、うん、なんていうんですか、力強く摩擦をするためには、うん、逆らった方向がいいじゃないですか、 うん、その面に対して、そういう風に筆もですね、こう撫でるような角度ではなくて、逆にこう逆らうようなモップをこうなんていうんですかね、前に引いていくみたいな感じですると、筆圧も自然にかかるし、その墨もですね、紙にしっかりと染み付いてくれて、力強い線が乾いた後もですね、人に訴えかける力強い線が引けるというお話をされていました。でやっぱり僕も木筆会というのはいつかは出品できたらいいなというような憧れの、書道展ですのでまずはですね、沖展ですとか、沖縄県の県の芸術祭ですね、略して県芸って言ったりしますけど、そういったのに今年は積極的に出品していきたいなと思ったところであります。その沖展がですね、3月の後半からですかね、4月にかけて、毎年浦添の体育館の方で行われます。沖縄タイムス社が主催の、書道展、書道展というか書道以外にもありますね、美術、うん、あとは工芸、
デザインとかですね、そういった県内の芸術祭ですので、またそれも近くなってきたらこの番組でも、宣伝させていただきたいなと思います。ということで今日は、先週の日曜日にですね、行ってきました木筆会書道展についてのお話でした。 BGM ありがとうございます。BGM大吾さんでした。はい、久しぶりの書道の話は終わり。木筆会、俺行きたかったんだけどさ、あのその木筆会に智弘が行った日って覚えてる？覚えてますよ。一緒にさ、あっち行ったじゃないですか。一緒にいましたよね。いたよね、あっち。なんだった、公設市場。公設市場行きましたね。でご飯食べたわけよ。ご飯食べましたね。で俺ねちょっと沖縄っぽいの食べようと思って、イカスミ汁を食べたんですよ。はい、食べてましたね。ダメージがね結構響いててあのイカスミ汁結構効きますね。俺3日ぐらい引きずってさ。どこに来たんですか？あのお腹がさ、あもうあのずっとイカスミ汁だったっけ俺。普段ねあまり体に入れるものではないですからね、イカのスミ、ね、体がびっくりして。で木筆会俺も行くってここまでね、もう喉元まで来てたんだけど言えずに、イカスミ汁って言った俺、なのでね木筆会俺行けんかったんだけど、やっぱ良かった。やっぱ良かったですよ。すごいな。どんな持って行き方。いや本当見たかったんだよなあのってさ。いやもう入場も無料だし、ね、ねえ宗介どうだった？急にぶっこんできたな。そう、どうだった？ CM 明けからですね、スタジオ内には何雑って言ったか今。2組目のゲスト宗介くんが、来てます。はい、よろしくお願いします。何回目？結構なるよ、ね、3,4 回目、4回目だね。4回目か。あれだよ、準レギュラーぐらい来てる。準レギュラーぐらい来てるね。準レギュラーに今日はね、もう僕がぜひ来てくれということで、来ていただきました。いや理由があるんだよね。はいはいはい、はい、もう早速行っちゃおう。あのですね、ちょっと2月25日にあさって、ライブジグザグハウ、ライブん？ライブハウスジグザグで、竹原ピストルさんが、来るねー、もう来ちゃって、それのトップバッター前座でやらせてもらおうかなと思いまして。はい、いいね。もらおうかな、じゃあ、あのブッキング組んでもらいました。これあれでしょう、気持ちとしては前座というよりは、もう同じ立場で裁判的な。そうですね、それ思えたらいいんですけど、それぐらいでいかないといけないんですけどね本当は。いやーすごいことですよ。皆さん竹原ピストルさんご存知ですかね？これはもうぜひ聞いてほしいですね。そう、何だった、何生命だった、今 CM やってるでしょ。住友だった、保険会社のね。試合にかっこいいよな。あれはもうすごい熱いですね、やっぱり。そこの和系の。ああそうそう、熱くて、まああんまり、そうですね、やっぱでも聞いてしまうと、なんですかね、なんですか、影響を受けてしまう。わかるわかる。そこら辺の曲とかに行っちゃいそうになるぐらい、もわかる、すごい強い。なんかメッセージ性がすごいありますよね。なんか喋ってるようなのもありますしね。いや、あのリズムがさすごいわけ。リズムキープしながら、あの喋りを入れながら歌に入ったり。大吾さん尾崎とか好きじゃないですか。ドハマりというか。俺ねもうチケット買っちゃった。僕もね宗介から買いました。ありがとうございます。な、本当にわざわざ。いや楽しみなライブだなこれ。竹原ピストルさんは、その全国をね、そうですね、ライブ回られてるんだよね。はいはい。これで、でジグザグでもね、もう何年も前からツアーで来てたらね、みたいで、去年4回来られたってよ。4回ジグザグさんにね。はいはいはい。ただ数年前にですね、松本人志、はいはいはい、まっちゃんがね、監督の「さや侍」っていう、映画で、まあ、主題歌もそうだし、最後の方でね大事な役で役者としても出られていて、でそこからですね俳優業も。そうだね、結構最近の映画にも出てるみたいで、今もあの元木もっくん、ね、もっくんの昔近藤むかぶってた人でしょ。知らないな、知らないな。紅白で近藤むかぶってた。そうなんですか。結構ちゃんと映画エイズ撲滅のためにさ、コンセプト持ってやってた。もっくんと一緒にやってるんでしょ。パンクだ。どういうまとめか。ダメか。
ね、俳優業でもすごい注目の竹原ピストルさんですが、でもこうやってね、あの沖縄市ジグザグにね変わらずに来てくれて、しかも宗助はそこの対バンで出ると、もう仕分けなくなりますね。いや、あのうちの番組さ、ジグザグさんもスポンサーに入ってるもんだから、あ、そういえばさっき、うん、あの小出さんにさ、竹原ピストルさんもう連れてきてって言おうかなと思ったけど、あ、無理無理と思った絶対トークできないと思ってさ、大悟さんやってくれた、僕もちょっと緊張してしゃべれないから絶対怖いよな怖い、うん、でも ね終わった後小出さんから聞くには、うん、ライブの時のバンって始まった瞬間のオーラは圧倒的なんだけど、うんうん、終わった後の普通にカウンターで飲んでる竹原ピストルさんは、うん、普通の優しい人だよ、お兄ちゃん、うん、へ、腰低いっていう、ね、うん、自転車ってもそうだよな。なんかボクシングもされてるみたいで、いや、やってたんだよね、昔ね。でもガタイもいいよね、うん、今でもね、かっこいいですね、かっこいいでも宗助はその竹原ピストルを今度のライブで食いに行くってことだよねでもまあヒデさんにもそう言われてるので行けと、うん、そうだよ、それぐらいの心持ちで行けと。小瀬さんはね、この竹原ピストルさんと組んだ宗助とかシュコンとか、うん、あのね、ヤラ君とかを食いに行ってほしいと、うんうん、やっぱりあの行ってましたね、うん、この行ってたでしょ、うん、行ってそう、先々週このパラフレーさんが来た時に、うん、小瀬さんも、スタジオに遊びに来てくれて、はいはい、そういうこと言ってたよ。一応 Facebook で、はい、なんか見た、ライブ演奏中は、うん、見たんですけど、そういうこと言ってくれたなんて、そう、なんかね、若い子たちもっと見てほしいって、ね、ありがたい、ありがたい、ほんとヒデさんはもう本当に高校生の時からお世話になってるんで、そっか、いやちょっと素晴らしいじゃないですか、早く夢になって恩返ししないといけないんですけど、いいね、いいね。さっきちらっとね、うん、あの出婚とか出ましたけど、うん、他にもね、一緒に一緒に対バンするのが出婚フロックスというより、まあ、やらたくみが本当はメインだったんですけど、うん、ちょっと出婚フロックスとしても、うん、タクミン の, あの心意気っていうか読んで、うん、一緒にやりたいということで、あ、そうなんだ。出婚フロックスはね、平重幸と、はい、このやらたくみで、やらたくみからなる、やってる二人組ですけど、デュエットですかね、うん、あいつらもかっこいいんで、かっこいいよな、うん、ちょっとな、まあね、ちょっとなんて言うんだろうな、ちょっとやりづらいんですよ、ね、いつもだったらね、こうライブの宣伝した時はぜひ遊びに来てくださいとかね、チケットまだありますとか言うんですけど、あさってのこの25日に関してはそうですね、ソールドアウト、チケットがね、もうチケットがないんだよ、もう完売、前売りが完売しちゃってて、だから放送聞いてる皆さんもですね、もう滑り込みでいけるかな、そうですね、当日この前売り券持ってる人入り終わったら、うん、まあ、立ち見として入れるらしいんですけど、だ、ね、ジグザグもね、沖縄市はまあキャパは結構ある方なんだけど、うん、そこがもう満席が決定してるからね、ぎゅうぎゅう詰めでしょうね、当日は。怖いな、どうしよう。先週ね、金曜日僕らもあのジグザグでライブさせてもらったんですよ、はいはい、 そうですね、その時のライブ中にも、うん、チケットありますかっていう電話がやっぱりひっきりなしにあって、問い合わせが、うん、多分小嶋さん僕らのライブ聞いてなかったそんなもう電話対応で、そう、でもそれくらいもう人気があるっていうかさ、う、ね、影響力ある人と一緒にやれるっちゅう、そうですよね、お客さんとしてね、見に行くのとは全く違いますよね、よ、同じステージに立つんだよな、そうですね、これ1月の後半ぐらいに、うん、違うな、1月の前半ぐらいに言われて、うんうん、もうそれからもう鳥肌じゃないですか、うん、朝まで眠れずに、うん、夜中に言われて、うん、夢のようなんですね、最初あるんですよ、やっぱライブ誘われた時って、うんうん、奥さんに一回確認するんですよ、はいはいちょっとライブあるから出ていいって聞くんですけど、うんうん、この時はもう自分でフッて、もうやります、これでことったら行かれてるじゃないですか、いいないいな、やっぱ好きだな、だなそれぐらい、まあまあまあ、もうレベルが ちょっとな、絶対そうだよな、いやもうこういうなんか夢のようなものってのは、なんかそういうふとしたタイミングで降ってくるもんなんだね、そうですね、だから、うん、楽しみなんですけども、その分やっぱりプレッシャープレッシャーではないですかね、いやでもなんかね、うん、いつもと違いますよ、あ、分かる分かる、ね、あさってに控えてて、ただね、当日までにおかしくなって三味線持っていかないようにね、気をつけてほしいなプレッシャーに負けてね三味線持っていくという負けて、まあまあまあそうですね、いやでもね、僕はね、個人的に多分俺あっちもびっくりすると思うよ、宗助の歌を竹原ピストルさんに俺聞いてほしいって純粋に思ったんです。マジですか、多分、まあ、うん、ありがたいですけど多分このその日っていっぱいイベント重なってるんですよ、うんうんうん、
カープのパレード始まり、はい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 、ミュージックタウンでライバーサーキットあるね、あそうだね、5、6バンド、それにまたピストルさんも8時間なんですよ、で自分9時からなんですよ、多分間に合わないのかなと思って、ピストルさんも実際に見られるのがってこと、まあ、でも、いやでもこの来てくれるお客さんたちがどういう目で見てくれるのか、こんな若造なんだこいつと、いやいやいやいう多分世代の方たちが多いので、そこでどれだけ本気出せるかっていう感じなのか、ソースケはねやる男ですよ、がっつりね、だよな、もうなんていうんですか、完全燃焼するタイプですよ、ライブだったら本番で完全燃焼しなかったらイカれてますよそうっすねもう、いやでも倒れるぐらいいきます、ね、でもかっこいいな、いいな、うんうん、さあ今日はねギターも持ってきてくれてるので、じゃあその心意気をですねもうどんだけハードル上げるわここでも本当に見せて、でも本当にあのパワーフレーズさんを一番にしちゃったじゃないですか、うん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 、一番が良かったそんなことない優勝とか、いや違うんだよ、この熱量はね、うん、多分なんだろう、キャラクター全然違うけど熱量は多分同じものを感じるわけさ、マジですか、うん、そう超うまかったらやりづらいなと思って、あなたはもう何をしたらやっちゃってください、すいません、じゃあ一曲だけ、はい、どうしようかな、これって時間決まってます、いいよ大丈夫よ、何分やんのいやいやいや、あの一曲のちょっと長そうなんで一番だけ組曲とかやらない大丈夫、いいよゆっくり自分の自分のある時間で、さすがですね、ありがとうございます、じゃあすいません、いいねじゃあ歌わせていただきます、はい、魂込めて歌いますので軽く聞きながら知ってください、すみません、よろしくお願いしますキッドという歌を歌わせていただきます、小さな頃から大人が嫌いだった、だけど大人になってみてもっと嫌いになった、あの日の僕らが隣を通り過ぎた、気づかれぬように顔を隠しこらえながら、あの時世界に夢を撒き散らし叫んでいた歌を今ではトラックのサイドミラーに映る夕日に歌う、今夢を見ていた少年はもういない、だけど一度も一度たりとも忘れたことなんかない、大人になれないまま、いい大人なんてなれないまま、大人のふりをしたまま、僕
たちは冷めぬまま壊れていく。時は誰もあなたも何もかも救えなかった歌を今では皮肉にも僕の歌が僕を救ってくれる。今空を見ていたあの日と同じはずの空をだけど見えない何も見えない。確かに見えてたもの大人になれないまま、いい大人なんてなれないまま、大人のふりをしたまま、僕たちは冷めぬまま壊れていく。この夢が冷める頃大人になる。ありがとうございます。かっけえ。俺めっちゃよく聞いてた、目つぶってさ。ありがとうございます。最後の最後で声が出なかったです。すいません。そんなことないでしょ。いやいや。こんな感じでやらせてもらってますよ。よければ名前だけでも覚えていってください。名前なんていうの？ソウスケって言います。イエーイ。ツイキャスもいっぱい来てるよ。止めろ。はい。下から。イミッチャオイさんね。はいはい。今日の大吾さんトーク絶好調やな。ありがとうございます。もうごめんね。でソウスケが歌ってる時はですね、うん、喋り方とは違う熱い歌声いいですねって、おじさんが女だったら惚れるぞ。おじさんが女だったらおばさんだからね。いや、そこそのもんだ。いや、いいじゃないですか。ありがとうございます。かっこいいなということでね。ソウスケです。大好きなんですよ、ソウスケ。いやいやいや、もうそんなことは、もうメッソーもメッソーもない。うん、ありがとうございます。日本語がおかしい。日本語おかしいですね。ちょっと一回 CM 挟んでからもう一回 ね、また宣伝ね、してもらいましょうか。はい、じゃあ CM です。はい、CM。ありがとうございました。すいません。いや、いいね。最高。いいですか。これ新しい歌？これ、前からある？一応、トムルさんたちの時にはなかった歌ですから、ね。トムルさんたちの時あの一緒にやったライブやった時に、あれから作ってやらせてもらったんですけど。トラックのバックミラーに映る。なんかね、これ笑顔浮かぶんで。ありがとうございます。自分にはないあの気持ちがあるから、すげえかっこいいですよ。ロックですよね。マジですか。トラック俺ね、大人に対して何も思わない。なんかね、いやいや、特にね、反発もせず生きてきたから。いやいやいや、これは普通なんですよ。いや、なんて言うんだろう。その感覚はすごい羨ましい。俺はね、その感覚はあるんだけど、はい、いい子ちゃんぶるから俺は。あ、こう出せるっていうのは、そう、表現できるっていうのは、いやいや、これはどうですかね。大人の人に聞かせるじゃないですか。大人がアホじゃないかなって思われるかなって思ってしまって。いやいや、多分大人の人もその年代の時にそう思ってた。あ、なるほど。なんかね、みんなが通る道の、それ思ってもらえたらいいんですけどね。なんかこのやっぱり
教えてんじゃないかとか思われそうな時もやっぱり、いや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 、なんかよく言ったぞ感はありますよね。なんかよく言ったみたいな。ありがとうございます。ちょっといやいいな、今日の放送はなんか、うん、素直になんかあれですね、なんか本当に刺激を、うん、受けますね。そんなに対局な放送もないね。そうですね、申し訳ないですけど、いやいや違う、すごいいいわけ、刺激があって、うん、いやありがとうございます。もうな褒めてもらえて。ソウスケもやっぱり今回の25日きっかけにちょっとこうなんていうの、速度増していきたいなっていう感じはあるの？そうですね、今年いけそうな気がしてきて。おお、あ5秒前だ。はい、行きますよ。はい、さあ大河の智弘アワーをお届けしております、残り15分をね切っていますが、後半はソウスケをゲストにお招きしてお届けしています。してます、ね、曲を歌っていただきましたが、大吾さんどうでしたか？いやごめん、タイトルもう一回教えて。キッドってキッド、はい、俺ね好きだけよ、ソウスケ好きだけよ。もう CM 中もねベタ褒めでしたけど、うもうこんな褒められることめったにないんで、本当に本当に素直に、なんかもうやんちゃしてた匂いがさ、するわけよ。このなんごめん、ごめんね、勝手な俺がいやいやいやソウスケ像を作ってるんだけど、いやいやいややんちゃしてさ大人になってさ、うん、こうでもなんか消化できない部分と消化できて大人になってる部分と、うん、消化できないのを歌にして吐き出すっていう、嬉しい、あれ死にかっこええと思って、うん、俺嬉しい、俺いい子ちゃんだっけよ、いやいやいや、いい子ちゃんブルワークさ、いやいやいや、それをさ、うん、俺はこれだよって、ソウスケだよ俺はっていうのを出せるっていう、確かこんな超気持ちいいっすわ。でこの曲は最近作った、一応歌詞とかはあったんですけど、うんうん、メロディーがやっぱり出てこなくて、うん、なんメロディーもまたね、コードもいいとこつきますね、 あそこ行くかみたいな。ちょっと不安定なね、こう情緒の不安定なコードを使うじゃないですか。あの B フラとかね。あこれ C、これ C の C なのに D いっちゃうみたいなね。これはなんかボセホのくすぐるコードだよね。ちょっと見てないとダメだよ、危ないよ、うん、捕まえとけよっていう、ちょっとゆらっとする。お前全部作戦かこれは。いやいや。いや好きだなやっぱりな。もうね曲を作る身としてはね、そういうコード進行か。いや効果的な、嬉しい、なんすか今日いい酒飲めますね。いや25日もねぜひ頑張ってくださ い、 お願いします。ありがとうございます。本当に改めて25日の宣伝をどうぞ、うんうん、はい、2月25日あさって土曜日なんですけども、うんうん、8時から、うん、ライブハウスジグザグで、うん、竹原ピストル、うん、インライブハウスジグザグプロデュース、はい、トップバッターソウスケ、お2番手竹原匠、うん、3番手出根フロックス、おでトップ取りに竹原ピストルさんが、はい、すごいな、名前だけ聞いててもワクワクするな。すごいですよ、もうどうにか、ね、はい、負けないように、はい、勝てはしませんけどどうにか負けた、ちょっと足引きずりながらでも勝てれば、あ勝てれば、いいよいいよ、あの倒れるときは前のめりに。なんか聞いたことあるな。どこで聞いたことあるの。ぜひ、はい、あの当日券はまだ、当日券というか前売りはないんですけども、まあね、当日2500円なら、うん、うん、滑り込みで、滑り込みで、立ち見で、立ち見で入れると思うので、詰めになると思いますけどね。ぜひ皆さん、まあ、竹原ピストルさんもそうですが、このソウスケのですね、よろしくお願いします。熱を感じに、はい、暑苦しい、暑苦しいですかね。もっと暑苦しいんで、そうだよな、ね。熱量がね、本当にすごい熱量のライブだけよ、この。はい、多分ね終わった後に、はい、こう爽やかにぐったりするよ。そうですね、本当に自分のエネルギーを引っ張られる感じの、まあ、僕も大吾さんもね、うん、よろしく、もう本当にもう遊びに行きますので、よかった、いい先輩来てくれても、いやもう先輩たちが来てくれたらちょっと、うん、目のやり場に困らないんです。ああ本当、逃げれるというか、いやいやいや、大吾さんちょっと分かりやすい格好してたんですか。あそうだ、ね、あちょっとじゃあなんか赤と白のピンクの T シャツでこのライブにそぐわない感じピンクの T シャツでいこうかな。あのあと1個宣伝していいですか。あの自分この日のために、うん、25日のためにちょっと CD の方、お音源の方ちょっと作らせてもらったので、おおこれをぜひ一応500円ぐらいで売れたら。俺それ初耳だな。何曲入ってる。雑っていうか雑ちゃんとやったのが3曲なんですよ。であと一発撮りで3曲いや一発撮りもちゃんと2曲だ、2曲やったんでしょ、はい、5曲入ってるわけ。5曲入ってますね。すごい。ちょっとまあデモという形で今回もう本当にもうギリギリで間に合わなく、今日できたばっ
お、明日ですね。明日できますね。なるほどね。まだできないんだ。量産、明日の夜中でもう量産して。あ、本当。それ500円だったら割合はんだろう。1000円にしよう。とりあえずデモというか。デモでいい。まあ、ちょっとこう名刺代わりというか、ね。そうですね。正直多分またちょっと肩かっこつけたら、うん、あの1000円ぐらいにして。いやいいね。いいな。もしよければライブの時に買ってもらえたら、ぜひぜひ。タケラピストルさんと一緒に。そうだね。500円ぐらいたら。なんかソウスケもいい感じでまたね。うん、走り出してる感じが、ね、もうやっとやっとです本当に。やっぱ自分の中でも気持ちが、そうですね、ちょっといろ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 ね、まあ、一番はあの今日今年おみくじ引いて大吉だったんで、おお、でそれ書かれてることが書かれてるの、何書かれてる、もう何しても大丈夫だった、おい、じゃあ本当に何しても大丈夫だよみたいな感じ で、うん、でその次の日ぐらいにもピストルさんのライブが来たんで、なるほど、これいけるんじゃないか今年。あ、はい、ダイオさん、この番組もちょっと便乗させてもらって。だよだよ、いやいや、どんどん来ていいよ。いや、こちらからもこちらから便乗してもらって。まあ、ソウスケ育てたのは、まあ、ダイゴ&トモヒロはという流れに持ってきたよな。いや、確かに、でも本当に大好きな二人。やんわり断りよったないよな。逆に乗っかりたい、乗っかりたいですよ。いやでもすごいよ、こう近くの人がさ、どんどんこう何力強く羽ばたいていくっていうのがよ、うん、もう一緒に一緒に行きましょう、一緒に、すげえ嬉しいよ、うんうん、いやありがとう、いや本当にありがとうございます、ありがとうございます、ね、来てくれてありがとう、ありがとう、あさってまたね僕は刺激を受けたいと思いますよ、うん、はい、そうすけ俺応援しに行くからね、ありがとうございます、うん、すいません長い間本当に、とんでもないです。じゃあもうすぐ、はい、もうすぐで番組終わるけど、はい、そのままいといていいですか、ありがとうございます、お願いします。大吾さん、いいよいいよ、え、大丈夫、あ、じゃあ、あ、なんか一緒に歌うんですか、うん、あ、うん、準備ともあの、いや歌うともごもご、本当にもごもごです、すいません、なんか時間取らせてもらって、全然いいんだよ、全然なんでもない、刺激になった。じゃあ、僕オリジナルで、そうだね、そのままどうしようか、エンディングに行っちゃおうか、いやまだ行きます行きます、一番だけなんで、いや、OKあ、じゃあ俺先に行くか、行ってくれ、俺が一番だけ行って、うん、エンディングともひろお願いしよう、うん、OK です。ごめんね、こんな長い、いや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 、まとまりない、申し訳ない。ね、僕ちょっと最近ハマってる、星野源、お、星野源がね、うん、娘が聴いててそれにハマってて、うん、これのくだらないの中に、うん、髪の毛の匂いを嗅ぎ合って臭いなってふざけ合ったりくだらないの中に愛が人は笑うように生きる、魔法がないと不便だよな、漫画みたいに日々の恨み日々の妬み、君が笑えば解決することばかり、ともいろエンディングね、お願いしますよ。今なんかこのまま締めそうな感じですね。くだらないの中に、いいですね。さあ今日もね1時間たっぷりお届けしましたが、うん、エンディングともいろくんお願いいたします。いいぞ、ね、いいぞ、あ、いいっの食べればいい、眠いなら眠ればいい、結局は自分で決めてくんだ。さあ今日もお付き合いいただきありがとうございました、2月23日の放送と2月27日月曜日のね再放送でまたお会いしましょう。エンディングはともひろでお届けします。この番組はボンコチのことならお任せください、インストール沖縄の提供と書道用品専門店マルマサの提供、そしてライブハウスジグザグの提供でお届けしました。また来週お会いしましょう。パラフレーズソスケ最高でした、ありがとう。前向
ツイキャスいっぱいありがとうございます。最後までね読めなかったですけどありがとうございました。